横山茂之昭和52年は、日本の実業家、乃木醤油株式会社元取締役会長、横山家第十代当主、聖左衛門伝左衛門、次郎左衛門、聖左衛門、一馬、正聖左衛門正太郎、虎三郎棚行所、長右衛門長右衛門、又左衛門、与一右衛門亀右衛門、豊之助、猿松亀八、与一右衛門五七郎、 相之助善蔵与え三衛門。氷門豊之助、平衛門、十左衛門、十左衛門、十左衛門、正種栄之助立重行助次郎春樹、義衛門、久米一郎正勝、栄治正夫、出雲国山次郎や横山家家計保育交渉113から256ページ。ありがとうございます。